毎週月曜日19時からでございます、アップバンク頑張れマックス村井のパズドラ攻略の第75回が始まります。皆様今日もお願いします。監督として評価どのようにいただけるかどうかは、まあ、さておきですね、先週金曜日アーミル降臨無事に、村井ジャパン濃厚いたしました。ありがとうございます。これで濃厚記録がまた続いたな。よしじゃあそんなわけで今週もやっていきましょう。自己紹介いきます。順番にどうぞ。はい、今週はアンケートダンジョンでいっぱい孫悟空用の、妖精を飼っていました。今20何体なんですけど、6上げだから、5上げかな、5上げだから最低 30体は確保しようと思って一生懸命やっております。本日も頑張ります。スプリングマオです。はい、こんばんは。週末はなんか真央ちゃんと村井さんとうちの兄が能登に行っていた、何でしたっけ、奥の動画を見ていた。奥の動画、それをなぜか急に見たくなり、まあ、地元を思い出しながら見てて楽しかったです。そうそうそう、2人出てたかもしれない。上と下がそうダブルの兄貴が出てたんで、でなんかすごい、あ、上と下じゃない、上だ、上と下だ。ゆうじくんが真ん中だもんね。そうなんです。でなんかすごく頑張ってるのと大変そうなのが伝わってきて、これは過酷だったなと思って、あと半分あるんでまた帰ってみたいと思います。どうも皆さんこんにちは、とすけです。非常にですね、金曜日のアーミルのコーナーがあって、あの村井さんと仲良くしてあげてとか、あれはまああんま気にすんなと、なんか慰めのコメントが非常に来ていてですね、それ以降もね仲直りしたとかね、はい、まあご安心ください。あの生放送のああいうね大きな舞台でああいう風になったのは、まあ、初めてかもしれないんですけど、割と日常茶飯事なんですよ、ああいうのパズドラの動画を撮ってると。プレイヤーが村井さんなんですけど、その時は大体ね、まあ、なんで大丈夫です。全然何も思ってないというか、ヘデもなんか何も思ってなかったんですよ、あの時。ただパズルを止められたことにより、なんかそのリズムが狂ったはまあ確かにあったんですけど、ただかといってそれでクソマックス村井めとかは何もないですよ、本当に。はいはい。遺恨は残っておりません。はい。で日曜日なんですけれども、山梨の昭和甲府で、ガンホーフェスティバル2015の、イベントに参加させていただいたんですけれども、お疲れ様でした。はい、非常にですね、現地、これまで過去最高の男性率と、圧倒的な黄色い声援じゃない、茶色い声援がですね、非常に、ウィーとかウェイとかの、普通これまでそんななかったじゃないですか、お客さんからなんかこう、マックスとかそんな感じないね、普段はね。それもちょっとないと思うんですけど。非常にね、アウトプットが激しい会場でですね、男子校みたいな感じ、雰囲気としては非常に楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、また、今週は、北海道の苫小牧ですけれども、私と、真央さんで行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、以上です。ガーフェスはこの毎週末イオンモールで全国を回ってるわけですけれども、あとトータルで4回ですか ね、 つですね、ちょうど今折り返しです。はい、あと4箇所ございます。で去年だったら各会場ごとその予選の決勝の模様をニコ生があったんですけれども、今年はないので、うん、現地でねどんなことが行われているのかっていうのはもう行った人しかわからないという状況ではあるのですが、私が行った会場も何箇所かありますけれども、非常にどこもですね大盛り上がりでございまして、うん、今あれです、村井さんが行った箇所が全部人数ってこれ言っていいか分かんないですけど、ワンツーです。あ、そうなんです。あ、その集客というか、集客というか、イオンさん大びっくり。いえ。でも本当に各会場ごとですね、毎回そのかなりの混雑ぶりといいますか、大変みたいなので、なんか皆様お気をつけてお越しになってくださいませ。はい、ただノエルドラゴンが配布されてたりとかね、すごいいいことたくさんありますから、はい、いいことしかないです。今週末はちなみにどこだっけ。苫小牧。苫小牧、はい、はい、2分前です。苫小牧ですね。
北海道かな。そうですね、北海道です、はい、今週末は苫小牧で皆様よろしくお願いします、ね、お願いします。じゃあお品書きいきますか。はい、はい、お品書き出したいんですけれど、番組が始まる15分前ぐらいに構成が全部とっちゃかっちゃって、お品書き出せません。あら、口頭で今日はお願いします。はい、わかりました。口頭で参りましょう。じゃあ一発目のコーナー、女子部屋は挑むのはどちらでしょうか。火の猫竜かっこ水なしです。おー、はい、地獄ですか、超地獄ですか。超地獄トライしてみようかなと思います。私の端末です。まおちゃん端末で火の猫竜、はい、超地獄、はい、1個目のコーナーでございます。やってみます。でその後視聴者投稿コーナーがございまして、視聴者投稿コーナーはいつも通り小助と心さんで進行します。はい、はい、よろしくお願いします。はい、でその後グッズ紹介コーナーがあります、はい、私からグッズが紹介、あ、今日ゲストが、ゲストがメーカーさんから、ね、1名いらっしゃいますので、お楽しみに。はい、お楽しみに。でそれで番組後半戦参りまして、小助の DM 攻略、小助は今日はどこで、ですね、あれです、ペララッシュをやらせていただきたいなと思ってるんですけど、ただそのダンジョンが決まったのが本当つい数分までというか、なんというかって、まだパーティーが決まってないので番組中に考えさせていただきたいなと思います。はい、で最後、はい、村井さんです。はい、で本日の最後のコーナーですが、私がスフィンクス降臨に挑みます。生放送では初めてではないですからね、はい、スフィンクス降臨で先に言っておきます。もうここ最近ですね、この放送とか諸々の時に一番の悩みは、どのパーティーで挑もうかっていうのが結構ね、毎回一番の悩みだったりするんですよ。で今回はちょっとね、イレギュラーなパーティーで挑んでみようかなと思いまして、リーダーを先日究極進化が発表されたドゥルガーで、おー、いつもと違ったドゥルガーでいきたいと思います。私のフレンドの方200名弱いると思うんですけれども、この放送見られている方がいらっしゃって、ドゥルガーをお持ちの方がいらっしゃればですね、ドゥルガーにしてください。あこの瞬間先ほど確認したんですが、ドゥルガーはゼロです。あでこのまんま何事もなく私のコーナーに突入しますと、私のフレンドはオークニヌしかパンドラないので、オークニヌしか、うん、出た、ドゥルガーが出ておりました。おドゥルガーで行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、じゃあ女子部屋からどうぞ。はい、そう、さっき俺出せやええやんってお話っていうかコメントがあったんですけど、ドゥルガー、まあ、恥ずかしながらですね、私スキルレベル2でプラスもムブリなんですよ。わー、あ、すごいニョロニョロ、あ、あ、しちゃった。こう線コードを取らなければならん、すいません、下から取ればよかった、はい、なんかもうちょっと伸ばせばいいのか、はい、はい、今日ははい、ま、では本日のおやつ取りに行きますか。はい、じゃん、多分もう今週がギリなのかなっていう桜シリーズのお菓子もうギリというか終わっ、そうですね、いや、まだね、まだね、私コーナーはね、桜推しなんです。じゃあ東北の方とか北海道とか、むしろまだまだ桜なのか、うん、なんだろうか、なんだろうか、完全にね、関東は超えましたよね。そうですね、超えましたね、全然ない、桜、あ、これは分かりやすいですよ。はい、花園まんじゅうさんの、桜まんじゅうです。白、はい、美味しそう、美味しそう、はい、はい、シンプルですね、シンプルで、桜まんじゅう、はい、こちらをかけて、あと今日は、三草心さんが告知をしたいと言っていたので、それもかかってます。あ、告知かかってるの、超地獄だよ頑張ろう頑張ろう、はい、お蔵入りにならないように頑張ろう。そうだね、告知がお蔵入りにならないように頑張りましょう、うん、頑張ります。はい、はい、じゃあちょっと待ってくださいね。え、なんでもないです今日なんか心さんへのコメントが非常に温かいですね。嘘、うん、いつも冷たいみたいな。違う違う違う、そういうの、違う、語弊がありました、語弊がありました、失礼しました、訂正いたします。ものすごく遠回りにビズっていつもいや、可愛いとか
今日はなんか今日の心さん好みだわとか、はい、やったよろしいじゃないですか。結構髪型に対しての結構プラス、髪が可愛いってすごいいっぱいかかる。センターパーツだからかもしれない。センター分け。あでもねすごいね、前髪がちょっと抜けちゃって、なんかちょっと難しい。大丈夫だから大丈夫、大丈夫だから、大丈夫だから、はい、はい、あんまアプリしないから可愛い、早くプレイしませんか。はい、というわけで今日の挑戦するパーティー編成はこちらです。あれすげえ持ちだった。はい、おはい、フォルス、フォルスです。水がないんですよ、はい、で、まあ、4色決めれば倍率発動するし、まあ、水なくても大丈夫でしょうみたいな感じの編成で、ちょっと火バル入れてみたかったんで火のバルキリー入れました。スキルレベルはまだちょっと全部上がりきってないんですけど、あと1ぐらいのところにある。なんやこの封印体制、どうした、は、なんで、封印体制いっぱいありますよ。4個持ってますっけ、4個子さん、2個でしょ、で2個持ちしかね入ってないんですよ。2個4体80、うわ封印体制 160% で封印体制 160% で、はい、オレンジジュース 100% 生絞りもびっくりの 150% もうすごい、どんだけいくんだと、はい、こちらで挑戦したいと思います。はいはい、いきましょう、挑戦する。水がないから組みやすい、そうだね、はい、よっしゃ、交互ですね、うん、むしろ 60% ぐらいで相手のスキル封印してくんねえかなってぐらいのあれですよね。あれ捜査委員長ついてる、ん、捜査委員長ついてる、捜査委員長もいっぱいあるよ。はい、いきます。あれちょっと真央さん、え、なんかもっと本気出せって。違う、先週というかだいぶ前から思ったんですけど、ちゃんとやってください。ごめんなさいごめんなさい、いや私金曜日何か5色決める、 5色消せてたんですよね。そういうのいいんで、いやいやいや、いやすいません、すいません、すいません、4色ですよ。いや真帆さん、うん、特訓してめっちゃ上手くなったんですよ実は。7コンボぐらい普通に捜査延長このぐらい搭載してればできるぐらいの腕前を身につけたにもかかわらず、それが生放送になると4コンボになり5コンボになってちょっちょどんだけ弱いねんと、歌歌うくせにハートが弱いんだな本当に、もうガラスハートなんだな。いただきます。はい、4色、うん、もう大丈夫大丈夫全然平気ハート封印、ハート封印超コメントうまいな。そう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 、あれ緑が、緑緑緑、あー緑ー、まあまあまあ板だから大丈夫だよ。あれね、ちょっと触り心地がスルスルするね、やっぱりこれマックス村井のアンチグラフィルムだよ。そう、なんかちょっと違う、あ、そう、この間つけたんですよ私これ。なるほど、いきます。カタカタしない、え、そう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 、最後まで頑張れ、よし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 、回復もしました。最後まで頑張る、最後頑張ります、最後まで頑張ります、はいいやハート鍛えないとなこれ、今日コスケ監督だちょっとただ真央さんには厳しいとかね言われるんですけど、強くなりたいっていう人が目の前にいてほっとけますかあなたたちは何キャラ、いただきます。はい、おーよし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 いいよいいよいいよ、右右、あ、待って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 、倒せるよね、やばいよ、よしよしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、連続攻撃とは結構悲しみに触れる瞬間だったかもしれないから、なんで、え、そんなに強いんでしたっけ。2番ぐらい飛んでこなかったかな、連続攻撃、マジっすか、まあ、飛んでくるよ飛んでくるよ、いきます。なんか普通に相手を見ずにやってしまった大丈夫ごめんねまだいける、まだいけるって、ま、ちょっと今ね、じゃあ木を持っちゃったのがダメだったな、そしたら右下ハート木を、うん、木を持っちゃったんです、すいません、はい、はい、まだいけるジャクソンだったね、まだいけるジャクソン面白いな村井さん、今日絶好調ですね、今日ノリノリですよ、ノリノリコメント欄が、おお
と僕ちょっと今ね流れたまだ生きる富岡っていうのもちょっと好きですそれすごい、あ、分かんない人結構いると思うよ行きます。はい、よし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 、今のは成長の間違えた、成長が確実に成長が、いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。だから前回さ、すごい長いのやったじゃん、うん、やった、コスケさんに鍛えられた、うん、あの延長パーティー、うんうん、捜査延長ばっかり、ハンドラ違う、ハンドラじゃないね、ヨミね、あ、ヨミね、うん、のなんか名残がまだ残っていきます。最後ハート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 やって、あ、結果結果今日流れいいんじゃない、順調ですね、よくねえよ厳しくない、監督見せてやるよ、厳しい、まだそんなもんじゃない、まだもうそんなもんじゃねえだろお前は、コスケが収蔵化してんだ面白い、言っちゃった言っちゃった、だって番組終わった時きますあーとか言ってるとさ、なんだこの人と思っちゃうかしらあ、うまい、それは間違えたですよね、番組終わった時よくわかんないけど盗むとか思ったじゃあ今やれと思っちゃって、はい、やば、今やれし、素晴らしい、どんどん来よう、よっしゃ、じゃあまず威嚇しましょう、はい、威嚇、先制権発動、お、ナンバーが変わってる、やべ、強え、マサ、はい、一応攻略番組なんで、はい、この敵についているアイコンの意味を、あ、はい、猫さんの横にある、まあ、今威嚇したんであと4になりましたね、あと4の数字の下にコンっていう根性のマークがついてます、こちらのマークは、即死ダメージ、あの一撃で死んで死ぬような即死ダメージを与えると、倒れないで残るっていう、はい、そういうマークです、根性マーク、じゃあということで、ね、その結果をお見せしたいなと思いますので、ヒバルとヒバル使わなくていいか、これで43で根性どうだろうな、まあ、とりあえず根性発動、根性誘発させる、4の、あーでもいけなくもないんですけど、うん、おすすめしたくもないような形なので普通にホルスだけでとりあえずドロップ強化入れて、はい、4、3で消していただいた方がまあ確率かな、リバーサルフレーム発動、よっしゃ、そうそう、スキル使った時点で電波かかってるよね、はい、そうなんですよね、 1.5 です、でホルスの場合だと 45.5 倍ぐらいの倍率が出て、なおかつ4つ消しを入れるとさらに跳ね上がるので、あ、まあ、あの70倍ぐらい、ホルスだけ で2体攻撃の2個持ってる、バルキリーだと100倍ぐらいの火力になるかな、単純計算、はい、はい、いきます、はい、いってらっしゃい43でしょ、はい、いってらっしゃい、はい、木の43ですね、わかりました、いきます、あれなんか動いてない、大丈夫だよ、なんで5コンボになる、スプリングロー、え、まだこ、まだいけた、まだいけた、あー、あー、ほら、確かに言ったやんけおじちゃん言ったやろあと1コンボ足りなかったか、だから番組的にめっちゃ良かったね、あと1コンボ足りなかったかバルキリー使ったって、そうですね、はい、はい、最後光の方ね、光の光、攻撃耐性光発動、おホルスもいっちゃいますか、あ、ホルスでも全然いいですね、自分のリバーサイドフレーム使っちゃう出た出た、リバーサイド、違う違うリバーサルフレーム発動、おあ、赤と黄色がすぐそろ、紫と、ちなみにあの根性マークが消えましたけど、はい、何パーセント以下から消えるんですか、50です、 50% 消えると根性マークが消えて、その後はワンパンができると、はい、はい、いきます、
何でも大丈夫。何でも4色。4色だったらある色決めたら OK。 はい、赤、うん、赤黄色、緑、うん、何かこういうのが楽だな。緑、紫、緑、OK。 いけます。はい、お願いします。あれどうだっけ、赤パニックが始まった。 OK、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  いきます。 OK、 OK、 おー、おー、いいよ、いいよ、心ちゃんは今日は告知をゲットしました。イエーイ、告知ゲット。おまんじゅうは全然全然、はい、じゃあおまんじゅうも食べましょう。はい、じゃあおまんじゅう開けます。桜まんじゅう。告知はね、本業の方のね、告知したいんです。本業って何ですか。本業以外の告知はないでしょ。本業モデルです。え、モデルやってるんですか、心さん。そうなんですよ。そうだったんですか。はい、ええ、ごめんなさい。カズワのお姉さんではなく、本業はグルメレポーターじゃない。グルメレポーターじゃない。違います。グルメレポーターとしての実力すごいよね。違うんですけど。じゃあ、はい、告知の方お願いします。本業、あ、告知お願いします。告知お願いします。あ、何ますか、 V があんの。え、V じゃないです、あの運営コメント出せっていう意味だと思うんですけど。はい、今、うん、サイグザココロ雑誌掲載情報って形なんで、ここ見れば、全部載ってます。上にある。そういう告知。あれ、出してくれないの。いや、今出てますよ。サイトを 見せろってことでしょ。そうそう、ここでさ、サイトを見せてほしい。いつも見せてくれるのに。あ、そういうこと。うん、それはもうちょっと早く言ってくれないと。10分前に言ったからダメだ。ダメですよ。どうですか、栗田さん、行きますか。サイトが落ちてます。重すぎてアクセスできん。サイトが落ちてます。あれ、あ、ということは今、あのスイッチャーの栗田がそのサイトに懸命にアクセスしてますけど、落ちてます。落ちてますね。なんでなんで。アクセス集中だ。一気に行ったから。すげえ青ざめてんじゃん。じゃあさ、あ、そうね。じゃあもう一回番組の最後にさ。はいはい、いいですよ。そうしましょう。心ちゃん可愛い。今日結構攻撃体勢、心になってね、やってる。じゃあ、なんかね、こう、大事じゃん。大事な告知。いろんな人が見てくれてるじゃん。うん。ちょっと待って、あの、ニコ生テロって書くのやめてください、コメントの人。ん？サーパタックじゃないですよ。はい、あ、そう、おまんじゅう。おまんじゅうの食レポお願いします。私もう食べ終わっちゃった。めちゃくちゃ美味しい、これ。なんか小豆が あと2個食べれる。本当？おまんじゅうといえばさ、のと奥のとバトルロードでさ、味噌まんじゅう5個食べてた。あれやばい。あれは無理。もう途中で村井さんびっくりしちゃって、もうキョロ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 、あなたのお兄様のことずっと見てた。まあ、てか、あんな早く食べれるもんなんですか。そうそうそう、あれ別、無理だったよね。無理なんすね。もうね、別だった。あとその後の食事の時にずっと文句言ってた、ね、なんであんなに早食いさせんだよ。おいしいです。うん、とってもおいしい。サイトが残念ながらずっと落ちてます。あんこがなんて言うんだろう、あのなんかさらっとしてるね。そう、舌触りが超滑らかです、うんうん、滑らかなあんこでおいしいです、うん、で、上に乗ってる桜の塩気とね、すごいマッチして、うん、美味しい。おいしゅうございました。おいしゅうございました。はい、ということで以上。口頭で言えることとかは特段ないの。ないの。あ、それ、あとでサイトはもう復活しないですよ。これね、はい、ウェディングの雑誌の発売が22日で、結構関東で大きく。雑誌の名前は晩餐館ウェディング。おぉ、フェア、あ、間違えた、ヘア&ビューティー号ボル13です。はい、ボリューム13ですね。はい、ボリューム13。はい、ボルじゃない。かわいい、かわいいから、かわいいから、ボリューム13、はい、で、そうね、なんかこれ見えますかね。あ、間違えた。危ない。これが、はい、関東で、ね、ウェディングドレス姿が載ってますので。あ、まあ後で出しますよ、これと。はい、おお、いつも
こと違う感じなんで。これは本業だ。本物だ。さすが。本物だ。で、また今週末も卓球の番組でトラムモンスポーツに出演します。見てね。見てね。はい。では視聴者投稿コーナーに行きましょう。はい。どうぞ。まんじゅう、まんじゅう、まんじゅうを買ったぞ。まんじゅうめちゃくちゃ食べちゃう。おすけさん、おいしかった。それでは。そ今日のテーマはですね、イラストが、なんだっけ。あ、春らしいニコ生メンバーの似顔絵。はい。投稿が、このモンスターにこんなスキルをつけてほしい。の2つです。はい、どっちからいきますかね。イラストからいきましょうか。はい。ただすいません、なんかもうそうダメなんだよ、うちドット絵みたいになっちゃってて今。なんでなんで、わかんない、あのこれ出せなくて、はい、プリントの状況は良くない、はい、職員室のプリンターがちょっと最近調子悪くて。でモザイクかかってるよ。え、はい、モザイクなんか言うのモザイクイラストにモザイクかかってるやばい。印刷が滲んじゃったんですか。そうなんですよ、最近行きますか。一応酷使されて切れてるんでしょうね、よそなく、はい、よかったら上の方に多分リンク出てると思うので、はい、今出ています、はい、よかったらそちらの方に行っていただければ、2枚ほどあるかなと思うんですけれども、はい、行きます。今回に似顔絵ということでね、やっぱりハードルが高かったのかな。2枚ぐらいしか来てなくてですね、まずその2枚をご紹介したいと思うんですけど、そう、その2枚を紹介しようとしたのに結果が印刷がこれですよ。あ、結構綺麗に、あ、雰囲気出てんじゃん。あ、ダメだ、ドット絵みたいになってる。近くで見たら、はい、ドット絵だ。ペンネーム、ブリレンのエビドーさん、こんばんは。こんばんは。春でニコ生メンバーといえば、心さんしか浮かびませんでした。おー、ありがとうございます。常に常に春っぽい心さんは自分たち視聴者の癒しだと思います。ヒカリンも一緒に座ってもらいました。ありがとうございます。あ、天然で漢字のいいボケが春っぽいってだけで、頭の中が春ってわけではないですよ。心さん、それいらないよ。あ、読まない、分かった、うん、大丈夫ですよね。心さん、今週も春ですよくらいの春っぽいコメントお願いします。春ですよ何これ。いや、そういうキャラじゃない。いや、今春ですよっていうのは比喩であって、はい、何ですか。あの 春ですよって言えってことじゃなかった。違う、うん、違う、比喩、うん、春っぽいコメントお願いします。桜、うん、次も行きましょうか。はい、次行きます。お花見に行こうとかが良かったな、はい、うん、お花見に行こう。サクッ、はい、はい、次行きます。行きましょう。じゃん、はい、ちょっと半分切れちゃってるんですけども、ペンネーム大梅通りさん、今回は小助さんを描かせていただきました。で、悪意のある顔文字、これちょっと表現できないんですけど、あの、よかったら上の方に行っていただければいいんですけど、この結構僕1年2年ぐらい前この顔文字非常に好きだったんですけど、皆さんは満開の桜をご覧になりましたでしょうか。そろそろウグイスの鳴き声も聞きたいですね、うん、季節の変わり目は体調をね、崩しやすいのでお体には気をつけてくださいとのご投稿です。ありがとうございます。僕はこういうなんか桜の枝を持ったことはないです ね一度も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。顔文字が流れてる、顔文字が流れてる、流れてる、この顔文字。そういっぱい流れてる。これ何やめろやめろ、続けんなすごい来た、はい、やばい。はい、ということで投稿の方にやめて、ちょっとやめて、なんかもうやばい、もうなんかこっちが喋ると全部なんかふざけてるみたいになっちゃうでしょ、なんかちょっと待って。どんどん増えてる。小助さんが映ったらこの顔ってなっちゃう、これ。いきましょうか。番組は進行しないので次に行きたいなと思うんですけども、今週の投稿のテーマは、こういうスキルがつくと、いいなと、既存のキャラクターに、はい、キャラクターにね、ついたらいいなというところで募集させていただいたんですけれども。これ誰か やっぱそん、まあ、今回もその、まあ、イラスト同様ですね、
結構投稿があんま残念ながら少なく、あ、そうなんですね、はい、難しかったのかな、はい、お題が難しかったのかなと思うんですけど、まあ、まあ、村井さんとか真央さんとかにもこういうのがあったらいいなというのをちょっとお聞きしていきたいなと思いますので、うん、ちょっと今考えておいてください。なるほど、スキル、こんなスキルが既存のモンスターのスキルに追加されたら嬉しいなっていう追加効果とか、なんかこうそういう感じのですね、うん、何がいいかな例えばホルスの操作時間、あ、じゃない、例えば なんだ村井さんだったら闇カーリーがあのオールドロップチェンジあるじゃないですか、全部変える、それにプラス闇のエンハンスがついたらいいなとか、そういう系です。いか、あのもうエキドナが3ターン遅延だったらそれプラス火のドロップ強化がついたらいいなとか、うん、そんな感じ。はい、では一つ目読ませていただきたいなと思います。お前らやめろお前らな、初めてこの番組を見た人がこの顔文字しか流れなくて、この番組は一体何なんだってなってしまうだろおい、一つ目、ペンネームズさん、今回の投稿テーマがこのモンスターにこんなスキルをつけてほしいのですが、なんですけれども、自分はただこあのプラスバンクの代表格であるホノリンのリーダースキルにプラス297を振った状態で非属性モンスターに合成すると、合成したモンスターのスキルレベルが必ず1上がるホノピー状態になってほしいなというはーという、完全にですねちょっとねお題とは外れてるんですけれども、まあなんか追加の要素としては、あ、まあこういうのがあったらいいなというご意見ですね。せっかくプラスを中途半端に振らずに、コツコツ貯めてるのだから、これくらいの見返りがあったらいいなと思って考えました。プラマラ頑張ってる小助さんが少しでも報われればいいなと思い、やめろプラマラしかしないみたいな皆さんお体に気をつけて頑張ってくださいとのご投稿でございます。まあ確かに炎な P を作れたらなんかいいですよね。これホノリンじゃなくて全部なんもないっす。よし。はい、ということで、2つ目に行きたいなと思うんですけども、2つ目、はい、ペンネーム大国西さんです。ん、あ、はい、まあ、なんもないです、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。このモンスターにスキルをつけてほしいということなので、私あんまり使いどころがないロズエルに5ターンの間スキルを遅延を無効にするというスキルをつけてほしいです。なんでロズエルにしたかというと、ロズエルのスキルは使いどころがあまりないので使えるスキルにしたいと思って、最近スキル遅延のダンジョンが出てきているのをいるから、スキル遅延を無効にするスキルがあってもいいんじゃないかと思いました。うん、なるほどね、なるほどね、うんうん、スキル遅延が発動される前にそれ発動しないといけないんだね。うん、待ってね、これロズエルを今ちょっと弁明しようかなと思って、今ロズエルを探してる。ロズエル弁明の会を作ろう。そうね、弁明じゃない、救済。え、待って、ちょ、え、ロズエル どれロズエルって火だよね。ロズエル検索した。ロズエル、いや、ちょっと今あのボックスから見つけてるんですけど、あった、ロズエル。あ、いた。光ドロップを回復ドロップ変化、癒しの成果。なるほどね。ふむ、どうですか、考えてる考えてる。いや、強いと思うんですけどね。ただ確かに光ドロップ回復に変える、うん、まあ多分今後なんですけど、うん、これがスキルレベル上がスキル上げが来て、なおかつあの回復を消さないと倍率が出ないみたいなキャラクター、うん、例えば、まあ、木だったらガディウスとかいますけど、まあ、ちょっとガディウスだったらあのやっぱヤマトタケルとか、ウリエルとかがまあその回復かつ、まあ攻撃する変換を、同時に作れるんで、まあ、そっちに勝てないのかなと思ったりするんですけど、まあ、なんかでも確かにただの防御体制だけだとちょっと確かにあの最前線でっていうキャラクターにするのは最近難しくはなってきてる、ちょっと難しくなってきてますね。なんか覚醒見るとバインド対策っぽいキャラですけどね、雰囲気的には、ね、多分そうだと思うんですけどね、うんうん、この投稿テーマは意外と難しいね。そう、難しいんですよ、なかなか思いつかんねえ、はい、プラスアルファで何かついたらいいのかなというので、多分皆さん何かありますか、コメント欄よかったら書いていただきたいなと思うんですけども、村井さん何かありますか、これついたらいいなっていう。ずっと考えてたんですけどね、
モアさん何かあります？自分が最近使ってるけど、ね、モアさんでもいいですけど。思いつかんですな。さっきあの猫あったじゃないですか、はい、猫のボスは根性ついてますけど、猫の場合って50杯以下にならないとその根性が消えないですよね、うん、で例えば昨夜使ってる時に一番初手で指針乱舞2発打ってから終わりたいじゃないですか、うんうん、気持ち的に、うん、だから指針乱舞に根性を消すっていう効果、追加効果をつけてもらったら指針乱舞2発からのワンパンですごい気持ちいいかもしれないって思いましたね、うん、なるほどなるほど、はい、確かにその根性というか敵が根性してくるので対応する、うん、対応できるそのスキルというかが大体反撃と毒なんですよ、うんうんうん、ってなるんで、まあ、反撃って結構少ないんですよね。あの悪魔タイプの、まあベリアルとかアモンとかあとアスタロト、あと闇だけちょっとあの違くてアヌビスなんですけど、うんうん、反撃キャラクタースキルのモンスターが最近確かに少ないので、まあ、追加であったら結構便利でなんかピンポイントで運用できたりする場面っていうのは増えてくるのかなと思ったりもしますね、うんうんうん、今回の猫竜をやるにあたってちょっと思ったんですけど、うん、はい、まあそんな感じでございます。いやでも難しいな、うん、難しい、スキルの周りは難しい。そうですね、今ふと思ったのはすごい被っててもいいんですけど、全員一斉にスキル発動したらなんかパワーアップするみたいなやつとかバカっぽくていいな。全員のスキルを全て使うとどうのこうのすげえ被りながらスキルをね楽々全部使う。悲しみですね。なんかもう6人全員が同時にスキルを発動すると敵は死ぬみたいな。 100% ダメージ。100% ダメージ。ごめんなさい、バカっぽくて。すいません、合体攻撃、合体攻撃。でもなんか確かに覚えつきません。それもあれですよね、スキルではなくてもうゲームに組み込まれてますよね、完全に、うん、みんなの力を一つにするって、はい、みんなが本気になったんで、うん、それだったらですね、もう変な話、全部群馬県とかにしたらえらいことになりますよね。撒いた撒いた、ダメージ受けてお前攻撃したなっつって全部ガーッみたいな。はい、ということで、以上投稿コーナーです。はい、ありがとうございます。いや、モンさんも毎日こういうこと悩みながら、ね、大変ですよ。そうですよね、そう考えたらやっぱ難しいんですよね、うん、そう考えたらやっぱりこのバランスを作ってるパズドラの運営さんなんかすげえなーって、うん、っさっき真央ちゃんが1個言っただけでみんなコメント欄で手間崩壊って言ってたで。そんなに崩壊？そうなんだ、大変やね。ねえ、でもまあみんな手間崩壊、大変ですよ。崩壊、うん、崩壊、テーマ崩壊って言った。テーマ崩壊大変やで。テーマ崩壊、テーマ、そんな中考えてる山本さん大変やなと思います。大変ですよ、皆さん。皆さん大変ですよ。思いつきません。はい、え、しまるけ、はい、終わりました。以上、はい、以上でございます。以上です、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コーナーは、毎週皆様からの投稿をお待ちしております。番組の最後で来週のテーマを発表しますのでよろしくお願いします。じゃあ私の方からグッズ紹介コーナー参りましょう。グッズ紹介コーナーいきます。まずはゲストをお呼びする前にいろいろと紹介していきます。パズドラ屋より、パズドラ&ドラゴンズの TCG トレーディングカードゲームですね。こちらの第2弾が4月の30日発売と迫ってきておりまして、もろもろまた新しいカードを紹介します。1枚目こちら、オルチ、メイマの犬千代さんでございます。オルチ、なんか原画の、原画というかゲームに出てくるあの絵と近いですね。一番初期の、うん、近いですね。オルチって、オルチ、これ可愛いなって思っちゃうんですよね。なんか愛嬌があるね、はい、このオルチは、生まれたてオルチはすごい可愛いなって、なんか子供な感じするね、うん、進化します。ヤマタのオルチ、おー、あ、もう買えないわ。引き続きメイマの犬千代さんでございます、はい、ね、一気にギャオになったけど意外とサイズ感ちっちゃいの、大きいのかな。はい、行きます。最後、八海邪神ヤマタノオロチドン。おお、やんちゃですよ。わやくそでございますよ。もう無理だ、もう無理っていうか、はい、パズラのね、トレーディングカードゲームの方は全てのキャラクターが新しく書き下ろしとなっております。第2弾、そして第2弾のブースターパック4月下旬発売でね、どんどん近づいております。まだまだあります。家具土、私が最近一番欲しいと言ってるモンスターです。家具土、家具土は初期からなんか結構行々しいね。進化します、日の家具土。でずっと私家具土って言ってますけど家具土なんですよね。はい、そうです、家具土です。家具、はい、どんどん進化します。グレン・リュウジン日の家具土、
おお、雰囲気がガラリ、うん、あ、光か。で、闇の方の進化です。煉獄邪神火の家具槌、こちら。あー、なんかすごい正面めっちゃ悪そうやな、ね、いやすごいっすよ、すごいっすよ。これが欲しいんですよ。え、これが欲しいんですか。え、じゃあこれじゃない、あの覚醒ですよ、ね、覚醒の家具槌が欲しいんですよ。これじゃないやつ、はい、あの悪いやつ、悪そうなやつ、2ウェイが3つついたやつが欲しいんですよ、私は。全然出ません。あのツイッターで私にあの格土が出ましたよっていう報告は特段求めておりません。皆様ご容赦くださいませ。はい、格土、格土、ニンニンさんですね、すべて格土はニンニンさんでございます。で、最後です。順番あえて逆からいきます。あ、いいですね、いいですね、私の好みにより逆からいきます、はい。進化した青ソニア、英語の青竜監視ソニア。てかめっちゃ良くないですかソニア、うん、デザインがすげえ。で、私ちょっとあえて逆にさせていただいたのですが、進化前の青ソニアを本日のラストとします。こちらです、青竜監視ソニア。え、これ進化前良くない？かわいい。え、すげえかわいくない？進化前の青竜監視、青竜監視ソニア、ニンニンさんでございます。めっちゃかわいい。後ろのドラゴンもすげえ、なんかもう超かわいい。ドラゴンがすごい。青ソニアもね、もうちょっと普段からちょっと活躍させたいですね。私とか、あれ？あ、持ってなかった。活躍しない、しないわ。持ってなかった。活躍しようがなかった。いや、これ超いいっすよね。いい。皆様ね、一定の評価をいただきたい、これに。私がこれを今日のラストにしたことです。はい、パズの TCG お楽しみください。はい、続きまして、ゲストの前にアップバンクストアから、1点ご紹介いたします。アップバンクストアからの紹介はですね、もう上にリンク出していただきましょう。暖房グッズ特集でございます。暖房グッズ特集でございます。細かくたくさんあるのでどうやっていこうかな。暖房って分かりますか。このこれです。すごいたくさん商品出てるんですけれども、こちらはこれですね、 USB AC アダプターというやつですね。これを電源に挿して、ちょっとここから見えるかな、ここから USB が2個にょっと出ます。おお、なるほど。 iPhone とか Android とか、うんうんうん、いろんなものを充電できる。これがね、あの電源のところにガスッと刺さるわけです。これとか、こちらはモバイルバッテリーですね。 iPhone だったら約2回充電、 4200mAh、 薄いんです。これカバンにスッとこうカード的に入れとくといいかも、うん、名刺入れサイズですね。名刺入れすごい薄いです。で、さらに小回りが利くというか、 3000mAh、 こちらもね、非常にいいと思います。どうぞ皆様ね、お買い求めいただきたい。で、さらにこちらのケーブルもですね、非常に魅力的でございます。これケーブルなんですけれども、見えるかな、ここかわいい、かわいい、うん、目がいきますね、やっぱね、ここ暖房ケーブル、ライトニングですね。ぜひともね、皆様のお家にというか、皆様のカバンの中とかにね、暖房がある生活ってやってください。以上、こちらがですね、今週のアップバンクスターからの紹介でございました。で、今週のグッズ紹介コーナーのゲストいきましょう。かばや食品から国光さんでございます。どうぞ、どうぞ、どうぞ。椅子をもう一個いただくから、どうぞ。あ、はい、失礼します、はい、うん、どうぞ。はい、自己紹介を。村井さん、初めて来る方ですから、いつものノリとか読めません。はい、じゃあ自己紹介、かばや食品の国光と申します。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。かばや食品なんぞや。はい、ですね、お菓子の会社でございまして、サクサクパンダですとか、はい、分かる、あのこちらのですね、あっさりショコラですね。はい、食べたことある。はい、あの、いいやつやそれ。さらっとした口どけ。はい、抹茶味、スーパーマーケットあるいはコンビニエンスのストアで、売っております。はい、はい、そんなかばやさん、はい、看板商品のですね、あのホネホネザウルスというキャラクターが、はい、来ました。はい、ございまして、はい、ですね、現在発売中の、こちらなんですけれども、はい、こちら25段、2002年からもう発売して13年目を迎える、13年ロングセラーでございます。25段、はい、25段ですね。すごいな。はい、
で、全く、カバヤのオリジナルの商品でございまして、まあ、骨の、あ、はい、骨を置きましょう、はい、こちらがまずパズドラと関係のないカバヤオリジナルのそうですね、今自社商品の紹介になっております。いや、まずはカバヤさんっていう会社がね、何か分かんなければいけませんから、はい、どんなに行きましょう、ね、おまけ付きのお菓子を、まあ、メインに、作っておりまして。立たなくて大丈夫です。あ、はい、立てますか、頑張って。一応ですね。おー、立つ。結構すげえ。あ、これかわいい。かわいい、うん、こういったヘビ型とかもですね、はい、骨骨ザウルスシリーズ、はい、これ暗闇で光るんですよね。あ、よくご存知で、うん、はい、蓄光樹脂を使っておりまして、暗闇で光る、樹脂でございます。はい、はい、でまあ、今回そのコラボレーションという形でこの骨骨ザウルスの、テーマを、パズドラと合わせて、はい、商品化させていただきました。はい、はい、で、そちらがですね、よいしょ、まずパッケージがこちらでございます。はい、こちらでございます。ドン、はい、ごめんなさい、はい、一旦ちょっと他の骨骨をどかしましょう。はい、そうですね、ちょっとこれ骨骨ザウルスパズドラ、はい、骨骨ザウルスのこのキャラクターの独特の、イメージと、パズドラのキャラクターたちを、融合させました。実はね、先週ね、ちょっと作ったんですよ。あれ、あ、そうなんですか。今週はもう全部完成形が。そうですね、すげえ、はい、カマドラ、メタドラ、はい、それがなんだっけ、エンシェント、え、ドラゴンナイト、ドラゴンナイト、はい、ですね。で、ニライカナイと、こちらがホルスでございます。ホルスですね。ホルス、ホルス、ホルス、タマドラの横です。で、これがニライカナイ、ニライカナイ、はい、ごめんなさい、こっちからいきましょうか。ニライカナイ、ドラゴンナイト、メタドラ、タマドラ、ホルス。あくまで骨ですからね、皆さん、はい、骨ですよ、皆さん。これにお肉がついたり、羽がついたりしたらあれになるんですよはい、で、それぞれにですね、おまけパーツがついておりまして、そのおまけパーツをすげえ、組み合わせて、全部集めて合体させるとですね、こちらの、そうなんだ、はい、前回ね、それのね、かけらだけを見たんですよ。そうですね、ちょっとそれをもっと前面に出しましょう。2つしか組み立てられなかったから、はい、前回はこんなになるんだ。はい、カオスデビルの完成でございます。すーげー、かっこいい。はい、あ、尻尾可動式なんですね。尻尾が、あ、まあ、尻尾が一応、はい、すごいフリフリと、ねえ、はいで、特徴としてジョイントが共通ですので、組み替え遊びが簡単にできるというのが、この玩具の特徴です。まさか、はい、まあ、このようにですね、まさか首を例えば、まさか、ですね、あ、そういうのオフィシャルでやっちゃう、オフィシャル、あ、まあ、この場限りということで、やばい、ヒンメタの頭にカオスデビルドラゴンナイトの頭をつけちゃった。逆転した。顔デビルの頭に金メタをつけちゃった、はい、そうですね、種類を、頭が結構でかいですね、はい、このドラゴン、ね、あ、なんかめちゃくちゃなやつあるじゃないですかパッケージにも載せておりますが、今顔が2つあるんですよ、はい、全種類集めていただいて、こういうお遊びもできますよとメーカーさん遊びすぎじゃないですか、はい、ここがドラゴン、ナイトの頭だ。ドラゴンナイトの頭、はい、尻尾の先、はい、そうですね。で、羽を本体の方には金メタ、はい、羽はホルス。もう何か分かんないですよ、ね、まあ、ちょっと一回ちょっと周りをどけましょうかこれソロ、ソロ、ちょっとね、ちょっとはここ黒だけにしてあげましょうか。これ何かもう分かんないですよねそうですね、文字通りカオスですね、はい、まさかもう製造元のメーカーさんがこんなものを作ってくるなんてそうですねなかなか、しかも自らカオスですねっていうコメント、すげえな。尻尾の先にカオスドラゴンナイトなんて尻尾のトゲに、はい、見立てました。トゲに見立てた、はい、はい、すげえ、カバヤ食品なかなかすごい、はい、写真ですね、まあ、ということで、まあ、一応資料といたしましては、こういった開発の時のですね、1枚ずつ見ますか。じゃあちょっと前を一瞬どきましょうかね。あ、はい、ありがとうございます、はい、こちらも、まあ、開発設定資料、そうですね、もともと骨骨の開発者が弊社におりましてがデザインをしております。はい、これがニライカナイですね。ニライカナイ、はい、すげえかっけえ、はい、あ、ホルスだ。おー、イメージすごい分かる。あ、いいですね、はい、これ
これ。はい、ちょっと可愛くなっておりますが、はい、はい、でこちらが、金メタこれ、そうですね、今カオスになってますが、今ちょっと 顔がこう逆転してるじゃないですか。体と頭をちょっとくっつけてイメージして見てくださいね。はい、はい、そうですね。で、次がおー玉虎ですね。でこれ実はあの玩具の玉虎と若干デザインがあの変わっております。あの開発の時にはあの骨のイメージを出すためにちょっとあばらを出したりですとかアレンジをしてたんですけども、まあ、そこはあの元宝さんといろいろと話をしてですね、あのより可愛らしい、形にしようということで、ご覧のようにですねちょっとあの丸くなりました。丸い骨なんだな玉虎はな、はい、まあ、あの尻尾もこのようにですね卵を剥いた時に出てくる白身みたいな感じですね。そうですね、中には黄身が、はい、はい、でこれ殻、殻は別パーツにいたしました。かわいい玉虎、はい、で、ですね、ドラゴンナイト、ドラゴンナイトと、はい、ドラゴンナイトはこちらです、ね、こちらです、あ、そっちか、そっちか、これもあのイメージとしてあの武器、槍が特徴ですのでその辺も再現をしております。で、こちらがですね、SP の、あ、最後の、はい、最後の一応ちゃんとしますか。そうですね、ちゃんとしますか、はい、頭ください、はい。これすげえな、はい、こちらもこれ結構、あ、ごめん、ちょっとこれはすごい迫力っすな。ちょっと原画と並べましょう、企画資料と並べましょう。おお、こうピントが合ってきてこう徐々に見えてくるのがいいですね。かっこいいな。これはそれぞれの、はい、あれパズドラはパズドラ、あ、はい、あ、しまっちゃいました。これを全種類買うと、はい、それぞれにバラバラに入ってるパーツを完成させるとこれになる。そうですね、はい、なので先週も言いましたけどね、これニライカナイとかホルスとか金メタとかタマドラ、ドラゴンナイトっていうのが入ってて下に書いてあるんですね。5種類を集めるとそれぞれに入っているパーツ同士でこうなる、はい、ぜひ全種類買っていただいてですね、はい、うん、集めて合体させてほしいと。あとこれ全国の、売り場で見かけた際にここをチェックしてくださいね。ここ番号、ここに番号が書いてあります。で今これ4って見えますけど、4ってことはこちらの4タマドラが入ってるって言って、中に何が入ってるか分かる。だからここで数字をちゃんと1から5まで買えば、はい、もう 5個買うだけで5種類がコンプリート、コンプリートですね、はい、で全部揃います、はい、皆さんもぜひともね、あの欲しい数字を見て買ってください。でコンプも非常にしやすい、はい、こんなこともできます、こういうこともできます、ね、こういうこともできますからね。はい、カオスだな。そうですね、 あとはレギュラーの骨骨とあのジョニトが共通ですので、はい、それもどこまでカオスに行くんですか。レギュラーの骨骨とも合体できます。そうですね、まあ、あの骨骨ザウルスと一緒にこう楽しんでいただいてというです、ね、はい、こともできますので、レギュラーの骨骨となんか玉虎の殻がついちゃいました。やばい、レギュラーの亀の尻尾に玉虎の殻が、はい、ということもできます。これはカオス、かなりなんか楽しんでますね。ありがとうございます。コブラレギュラーの方になるのがある、はい、はいはい、以上でございます。はい、そんなわけで、本日はパズドラの骨骨、正式な名称だと骨骨ザウルスパズドラのご紹介でございました。河原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これはいただいてしまう、あの奥にまだございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあありましょう。とても楽しかったですよ。はい、はい、はい、はい。とても楽しいご紹介でした。あ、ごめんなさい。大丈夫です。ありがとうございます。はい。あ、いいですか。あ、全然急がずにゆっくり片付けて。大丈夫です。バラバラしてもすぐ戻しますんで。はい、はい、はい。本を紹介しなくていいんですか。はい。私も微妙にずっとこの膝で持ってたこの本は何だったんですか。キャラクター紹介をするときに今、実はキャラクターが一人歩きを始めまして、絵本に、ちょっと何ページかチラチラっていいですか、はい、あ、かわいい、読んで遊べる、ちょっと幼年向けの
はい、かわいい、はい、こちらのキャラクターを使っての商品も展開しておりましたので、もう幼児のハートがっつりでございます。お子様のキッズのハートガチ、はい、ガチリ骨骨ザウルスガチリ、はい、あガチリ、はい、じゃあ皆様よろしくお願いしますはい、じゃあ改めておめでとうございました、はい、ありがとうございました。ねえ、楽しんでましたね、すごい。ねえ、国内さんなんかホクホクしてて、ね、本当に素晴らしい。はい、じゃあそんだけで以上グッズ紹介コーナーでした。番組後半に参りましょう。コスケの DM 攻略です、はい、どうぞ。なんでやるか非常に悩んだんですけど、よく考えたらあんまりヘラチャレンジをやってないということ。そもそもこの番組の中ではやりましたっけ？やったような気もするし、やってないような気もするんですよ。多色グランでやったかな。じゃあバステトでやりましょうか。なんか猫猫言ってるんで、バステトやります。バステト一択ってきて。じゃあバステトでやります。あのスフィンクスを使って究極進化させた。そうですね、覚醒バステトでいきますか。やっぱバステトめちゃめちゃ強いらしいやん。あの結構イオンモールとかでも結構使ってるんですよ、あのバステト。まあ2回ぐらい使ったかな。1回か2回か使ったのかちょっとよく分かんないですけど、ちょっといきましょう。あ、新技さんお願いします、どうぞ。おお、覚醒バステトのデータスキルちょっと確認していいですか。はい、5コンボ以上で攻撃力が上昇して最大4倍ですね、16倍になるんですけれども、スキル使用時、貴族性の攻撃力が 1.5 倍かかりますので、最大36倍になります。このコンボで最大4倍とありますが、これは何コンボですか。7コンボです。7コンボ、はい。まあ、ただ7コンボ出さなくても結構いいお火力出ます。そしてシーフは強いよね、はい、でサブバルキリーエリーゼ、まあ、なんとなくですこの辺は。劉備もね、別にいらないっちゃいらないんですよね。まだベルダンディでもいいような気もするんですけど、まあ、2体攻撃の火力ですね、はい、でシーフ、今回、敵を先制が3万持ってね飛んでくるので、それ要因 で2体攻撃2個持ちで、まあ、本当はクシナダでいいんですけど、うん、かっこいい。なんかそのシーフを使ったことが多分動画とかでもないと思うので、編成させていただきました。まあ、なんでここは別にスサノオでもいいですし、うん、特にシーフにこだわる必要はないです。ただスキル貯めないといけないっていうのも、ね、あります。はい、でフレンドですね。じゃあいきましょうか。シーフには2級なら振らなくていいんですか。はい、それでは挑戦していきたいなと思います。どのくらいで突破できるかな。まあとりあえず、バルキリー使っていきましょうか。でこれで36倍で、じゃないや、エンハンスとか 1.5 倍かかるので、あすごいね、強いですすごいんですよ。じゃあいきましょう。すごいね。あ、まあでも7コンボ組めてるんで許してください。おお、ラストコンボ。あー、うわー、すげー。で、2フロア、あ、引きがね4つあればバステト使って突破しようかなと思ってたんですけれども、3つしかないので、オシリスを使っていきましょう。苦手なんだよな、俺、オシリス使った後のバグ。オシリス、はい、オシリスからのパズルが苦手なんですけど、行かせていきます。行きます。まあ、
多分十分か。おお、すげえ、すごい。はい、でここでちょっとスキルを貯めないとですね、シーフあと8、はい、結構た15ターンなんで結構重いんですよ。でここでいらないコンボがですねたくさん来てしまうと非常に困った状況になってしまいますので、木をねまとめて、そうこれなんですけど、スキルダメをするときに攻撃色って結構厄介になったりすることあるじゃないですか、うん、よくある、ね、村井さんね、ああよくあるよ、よくあるよ。だからこうやって消すとかまとめてね、一気に消して、リフレッシュするとまあ大丈夫なんですけど、はいはい、うわ、すげえ。ただもうあれなんですよね、どうしてももう敵の HP とかもろもろ考えたときにこっちが火力高すぎるせいで、で次がなんかすごい私か何かが何かちょっと良くない予感がする。まあ大丈夫なんですけど、良くない予感が、はい、行きます、ここ倒し行きましょうか。ナイスコンボ、綺麗だな、お突破する、はい、とそしてああ、バトルフォー、疲れまんな、ベルダンで入れとけばよかったな、なんだこの攻撃しか考えてない、いや、いいんだけど、番組向けの編成じゃなかったな、感じ。これうまい。まあ、いいんじゃないかな。突破できるよね、きっと。きっと。コス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 ケコスコスコスケコスコス、やめろ、ジャスゴパイセンみたいになってるよ、ちょっと若干今のコスケさんの声似てたよ、はぁ、ダメージやっぱそのめっちゃ顔が流れてる、やっぱ緊張するんですよね、僕もね、いきます、どうぞ、やべ、回復作れそうにね、まあでもいけるでしょう、6コンボ、多分火も消したんでジェネシスは来んない、よし、おー、okay、おー、で、ここで最後貯めて、まあ、別に食らってもいいんですけど、スキル貯めるんで結局ここで最後の、あんまりコンボしちゃいけないからラストだ、来い、よし、怖い怖い、マジで怖い、でも半分切ってカウントダウン入れさせようかな、もう俺なんかここ嫌な予感がして、そう、突破して先制でやられた記憶があるんですよ、番組で、ああ1回は、なるほど、1回はやらかしてるはずなんですよ、そういう系をあったかな、そう、4つ消しを入れないで、半分以下にしてカウントダウンにします、狙えばそれ、おー、落としもうまい、よし、あんまり行き過ぎるとね、怖いからね、このぐらいでいかがで、おお。すごい、きた、超絶妙、勝った感あるな、勝った感ありますね、落ち込んこなければからの火をね、たくさん、おい、やめろ、おい、大丈夫、やめろよ、おい、そんなよく、うわ、怖い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 、マジか、ざっけんなよこのマジに、これほんと怖い、言った途端さフラグ回収するからさ、ハズワって怖いゲームなんだな、
コメント欄がチってなって。チじゃねえよ本当に。あ、シーフ止まった。シーフ止まった。安心と信頼のシーフ止まりました。皆さん大丈夫です。あ、やった。はい、じゃあシーフ発動させていただきたいなと思います。はい、三河市発動で、バルキリーの攻撃体制。人格まで変わってしまった。可愛くなりましたね。今日はもろたで人格まで変わって。今日はもろたでスキルが止まっただけで人格まで、ね、本当に。あ、ミスった。それでも4をつなげて、マイコタ素晴らしい。今日はモロタで。いやー、絶好調じゃないか。いや、痛くも痒くもないですね、ヤスの攻撃なんて。これ本来3万食らってるんでしょ。はい。またすごいな。はい、ということで、最後劉備使わせていただいてですね、毎回言うんですけども、ボスで劉備使って、はい、で最後このワイルドキャッツを使うんですけど、攻略はここで終わりなんですよ実際。あとはパズルして頑張れとしか言えなくて、うん、攻略番組としては。じゃあここで終わる。終わりたい。すっげーにが怖いんだよな。見すぎ、なんか行きます。自信ね。どうぞ。おお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 、終わっただろう、さすがに。もういやすごい、タッチペンのさ、ペンで今さっき変えたからさ、すっげー怖えの、すっげー怖えの。ありがとうございます。うまい、完璧だった。最後のはすごかった、ね、え、いや途中で斜めで抜けてったのもびっくりしましたよね。お、盤面中央くらい近年まれに見るあれだったね。素晴らしいパズル、ね、これはマックスぐらい殴ってもいいわ、関係ないよね。全然関係ないよね。さすが公認ってきましたよ。いや、さすが日本で4人しかいない公認のうちの一角やで。さすがです、コスケさん。だがしかし、こいつはだが、四天王の中でも最弱。最弱。最強は誰なんですか。私だ、はい、私だすか。はい。さあ、あっという間ですね。本日も最後のコーナーでございます。私がスフィンクス降臨に、もうリーダーとしては初めてというか、サブとしても初めて使うんじゃないでしょうか。ドゥルガーを使います。画面ください、はい、こちらのパーティーでいきたいと思います。今日はとにかくバルキリーをよく見る日ですね。うん、スチールレベル2です。ただ唯一あれですね、水バルだけ今回出てない。あ、そうか。村さん、水バルも入れてあげてください。持ってません。はい、すいません。光と火バルだけです。フレンドのドゥルガーさんがスキルマの29264。はい、このパーティーですね、いろいろと組んでいて、ドゥルガーをリーダーとした時にある程度神でいきたいなと思ったんですけど、見ましょうか。ドゥルガーリーダースキル、こちらでございます。火、水、木、闇、光以外で、攻撃力が5倍で、スキルはですね、神炎波でございます。あ、でも HP1 になるがなんですね。HP が1になるんです、スキルは、うん、結構ギリギリのやつですね。結構怖いです、はい、で、闇カーリーは 2way を持っておりません。で、ヒバルがですね、2個持ってるんですね。で、水枠は HP 高めって感じで選びました。わらつみ4 HP 高いですよね、わらつみね、うん、レベル最低で3250。今コメント欄でね、これはミックスのドゥルガーですかと流れてますけれども、放送のこの開始のタイミングにミックスがよし、じゃあドゥルガーにしようっていう風に流れましたが、ミックスのドゥルガーではございません。あら、別の人のドゥルガーです。僕のじゃなかったってつぶやいてますよ。
ちなみにミックスがよしドゥルガーだなって言った時のちょっと後ぐらいかな、あのタイトルに戻るで、フレンドリフレッシュしたんですけど、ミックスはまだそのタイミングで私のドゥルガー出てきませんでした。あれミックスってフレンド、そういえばそうです、そうです、あ、フレンド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 のはず、フレンドですよ、フレンドです。ただ私にはミックスはいなかった、はい、ドゥルガーはいなかった。ドゥルガーはね、じゃあこのパーティーでいきましょう、はい、参ります。挑戦スピンチ降臨参りましょう。ミックス泣くな大丈夫だ、いろんなところで評価してるから安心してくれスキル的に言うとワルツミ16、結構溜めないとワルツミ、はい、うん、この攻略の肝はどこですかね。それを伝える番組ですほぼ初めて使うパーティーなので光以外4色とりあえず殴るのやめようかな、どうしようかな、殴るか、殴ります、参ります。結構全力で殴っちゃいました。6コンボもうバンバン行きましょう。またうまい、ごめん偶然です。絶妙とも溜めれるみたいな、ここからちょっと溜めますね。あのバインドありますけどね、いや処理していただいて、バインドだとで盤面にしっかり色がある状態で次のあのやつのところに行かないとですね、先生で99いただいてしまいますので、はい、次で、はい、そりゃ大変だ。じゃあはい、じゃあ光を全部消します。光を消す、 いいですね、はい、悪くないよね、火も外した、でっ、OK、ハートは2コンボ分ある。で一番いやまだ全くやる必要ないんですけど、おしゃれなやつがここでドゥルガー発動させて突破して、やらなくていいんですか、1だからね、はい、結局、はい、やんなくていいんですよ。そんなおしゃれなやつやっちゃうやってみる、やんなくていいんですけど、今日のハイライトとして一番かっこいいところそこになっちゃうぐらいにかっこいいんで、いいっすよ。回復も2セットあるじゃないですか、いけそう、どうせ 99% ダメージでした。行ってみましょう皆さん、ドゥルガーのスキルなかなかね、私も臆病者なんでね、はい、使えないですよ、ボス戦でこれで勝てると思ってもやっぱり HP が1になると思ったらもう震え上がっちゃうもん。ここで使いましょう。これ神器でいいのかな、神器、神器です、神器、はい、じゃあ皆さんご覧くださいませ、神器の一撃発動、ダッシュ、よし、 99% ダメージからの 99% ダメージ、はい、おーこれを伝えるためにも良かったですよね、非常に、あのこうなるんだ、 HP1 とかの状態で 99% は0だよ、初めて知りました、うん、おしゃんてぃ、知らない方もいらっしゃるか、おしゃんてぃ、おしゃんてぃコメント、ハート2コンボした方がいいね、回復します、うん、回復しながらいきます、参ります、うん、危な、すごいな最後、OK、ちょっと今微妙にスフィンクスのポーズをしてしまったさあこれでいこう、突破、バトル3ここからだね、ここからもう4色ギリギリで消していきたいです。この人本当強いですね、闇代わり行っていいと思います、闇代わり行きます。この子が超地獄級だと HP が153万、153万で、4ターン以内か、はい、むしろここが最後、あの攻略の要というか肝なので、うん、ここをしっかり突破できるかどうか、ちゃんと方法を見つけてやる編成だったら周回が非常に楽になる。ちなみにあのベジットパだとほぼ欠損がないので大体いけるんですけど、こういう指定4色みたいな場合だとなんか4コンボ以上やると20万以上出て倒せないし、うん、かといって残りの盤面でうまいことドロップを残せるかみたいなことも悩ましいよね、はい、非常に難しいねこの指定4色。そうですね、やっぱりしかも、まあ、そうですね、はい、いきます。
オールドロップチェンジ。やっぱあと敵が光なので、このパーティー一応編成の中心が闇になってるじゃないですか、うんうん、だから早めに半分切らせたいんですよ。あなかなか際どいね。はい、参ります。いきます。はい、あっ、こればっかりはコントロールしづらい。あーあー、でも悪くない、ラッキー。これは悪くないぞ。でも盤面いいですね、さらに。で、もう完璧にコンボしすぎない、スキル使ったような盤面ね。ほんとで、ポイントというかなんですけど、上4段ぐらい、上4段じゃない、上2段、上2、3段ぐらいでコンボするようにすると、やっぱ下の方をあの消しちゃうとですね、どんどん落ち込んの確率っていうのはちょっと高くなるんで、まあ極力上の方で作るようにしてください。グレさん全く同意です。いいっす。上だけで消したいと思います。いきます。こんな感じ。素晴らしい。これよし、いいっすね。で、次がうまいことくれば、あ、なんで一番来ちゃいけんやつか。闇が来ちゃった。はい、ダメだね。ああ、結構もうやべ、木がね。すごい難しいね、この挑戦。難しいですね。そのね、悪くない感じのパズルをしているとは思うんだけどね。あの、ぜひなんですけど、本当に山本さんにはマックスチャレンジでこのギミックを使うのは本当にやめてもらいたい。落ち込み呼んじゃいますからね。いや本当にね、これがマックスチャレンジじゃなくてよかったと思いますもん、うん、ちょっと全力でいきます、参ります。もう、そっか、どうしよう。全力、まあ、全力じゃダメか。いらない色だけ消して配属いらないんで全部消しちゃってください。俺もやっぱり気合入ってるから落ち込んじゃうんですよ。ちょっとあのニコニコしながらやりません？その手がありましたか、うん、それでいきましょう、参ります。いい感じやん。盤面すごい、いい感じの盤面やん。でもなあ、あと2だろ、やべえ、削り切れるのか。ここでしっかりどこまでいい具合に持っていけるか。10だから、もう一番やっぱ闇がね、 99,999 ぐらいまでじゃないと許されないっていうのがめんどくせえ。とりあえず4コンボでいきますね。はい、いらっしゃいませ。参ります。これでどう？あ、いいんですね。悪くないよ。どう？まあ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 。半分。あ、やばい。素晴らしい。あわー。絶妙。いや、一瞬危なかったですね。ちょっと微妙にヒヤッとしましたね。絶妙。ヴァルキリーの変換を使っていただいて、その心は、ドゥルガーの副属性の最後が火だから。なるほど。最後攻撃するのがドゥルガーなんで、うん、でも火の2コンボとか作りたくないでしょ。さっきと同じように4コンボ、さっきのヒバルの火力が18万でだったので、火が2コンボで、はい、ちょうどいいかな。そしたら火の2コンボプラスその指定色である光以外を 1個ずつだから5コンボが理想だね。いや、次はもっとコンボしていただいて構いません。副属性の闇に入ってるので。確かに。じゃあやってみましょう。はい、割と全力気味のコンボでいいですよ今回。マジ？割と全力気味でいかないと。全力気味ですね。気味ですよ。本気じゃないですよ。6コンボぐらい。6、まあ7いってもまあギリ許せれるんじゃないかなと。え、そんなの耐えられるかな。じゃあ行きましょう。攻撃再生。あ、ずっと。で、火を2コンボ作りますね。はい、光はできれば消さない方向で。光は消さない、はい、そうなんですよ。だから結構難しいなっていうのがあって。光は消さない。あのですね、やっぱりひばるさんがですね、副属性にあれをお持ちなんで、できればやっぱり闇カーリーと逆が良かったですね。ひばるを入れるのは、てかむしろひばるを外すまであります。待てない。ルックス的にひばる入れたかったんだよね。あ、わかります。
地域しちゃいますよね。ルックス採用なんだよね。はい、参ります。うまくいけるかな。いくぞ。いきまーす。これでどう？光入れちゃったけど。さあ、来い！ちょうどいいんじゃないですか。あー、クリア！めっちゃうまい。で、ここでまたマイナス5食らってしまうので、結局ここでスキルダメ、し直しでーす、うん。頑張ってください。これ溜めた方がいいのかね、はい、ここは。はい、溜めしてください。5000、5000って感じですね。よし、じゃあ溜めします。謎のためためをしました。 いいと思います。盤面の補正は、はい、しかうす、そんなに大きいダメージも来ないので、落ち着いて対応していただければ、多分2ターンに1回ぐらい回復すればいいんじゃないですかね。ただ落ち込みが非常に怖いですね。やはりノリノリですね、落ち込んで。今なんか落ち込んだけで 2way が2回ほど入った気がしなくもなかった、はい、毒か光に回復2分割毒消して適当コンボで。よし、いきまーす。違う、これで、うん、元気ですね。この消え方、なんでみんな落ち込んでくるたびに危ない危ないとか小声で言うのやめて。おい、木が塞がれてしまったな。あ、これで倍率が出ないんで、どんな落ち込み来てもいいんで、必死も全力、はい、コンボしていただいて構いません、うん、抑えてた力を、抑えてた力を発動か。大したことない。OK、いきます。順調だね、こんなに順調に、このほぼ初めてパーチーで来れるなんて、はい、なんかありそうで怖いですね。きます、なんか起きそうで怖い。悪くない、とても順調、とても順調で、スキル追うの、結構がっつりスキルも溜まってきてますもんね。これなんか永遠とちょっとこういたちごっこ感ありますね。まあそんなもんなのか。消しても消しても。村井さん、それ倍率決まっちゃってますけど大丈夫ですか。ん？あ、あ、よかった。まだ大丈夫、まだ大丈夫。おお、これちょっと危なかったね。うん、さらにもうちょっといったら。これもう一個増えたら創世の裁き。27,000、はい、危なかったね。これヒバルが今バインドされてますけど、行こうと思ったらいけちゃうんですよね。まあ行けない、まあカーリ使わないといけないですけど、まあ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 、まだ倍率は決めなければ大丈夫ですね。はい、もうちょっとじゃれ合います、もうちょっとじゃれ合います。待ってくれ、これバインド回復いないよね。このパーティーバインド回復がおりません。これ長い戦いになるぞ。これもうバインドが解けるまで行くしかない。ああ、参ります。はい、やばい。
なんかじわじわ削られていつか負けそう、ね、怖い怖いですね、うん、参ります。あー怖えなこれマジで、嫌な嫌な感じ。また誰かバイト、ダメだ、またつみも。これ大変。大丈夫です、まだまだ時間的にはまだ9時にならないんで村井さんのパズルいつまでもみんな見てられるねいいね、今日ね。今日は長いよ、うん、今日は長いよ、終わりが見えないよ今のところ見えてない。村井さん、じわじわっと 75% に近づいてるんですけど大丈夫ですか？怖い。そう、私もそれが怖くて。怖いよね。気づいたらなんかダダダダダとか来て、うん、さあ、回復ドロップが永遠と供給され続ける。やめろよ。怖い。これそろそろどうしたらいいんだこれ。怖い怖い、やばいよね。カーリーで毒が吹っ飛ばすとして、いったんゼロコンボとかもまあありっちゃありですね。ねえ、ありえるよね。時の支配が闇カーリーか、あの見た目採用のバルキリーに来ないと、まあ、倍率が出せないので、はい、恐ろしい。毒さん、でもハートは呼ばないと詰むから、うん、ある程度消さないとっていう話ですね。かといって倍率は今決まらないので、うん、ちょっと行きます。いっぱい闇はやめてほしかったですね、個人的にちょっと。あ、うん、外れて怖い怖い、うん、終わりかけてる番組が延長になってしまった。えいや、ええじゃないでしょ村井さん、8時半ですね、今ね。なんだ、最初からやった方が早いかもしれないですねなんてこと。やめろ、あなたの夢を諦め。いや、毒、ちょっと待って、ちょっと、え、大丈夫？ギリ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 、ほら、いや、これはまずいぞ。バル使います。え、いや、待てよ、バルじゃない、バルじゃない、バルじゃない、ブドドラ、ブドドラかな。まあ、闇カーリーでもいいですけど、まあ、ハーム回りってどっちが早いですか、リチャージするのは。リチャージは闇カーリーの方が早いんじゃない。闇カーリーでもやります。グレープチャージ、いったん闇カーリーいきます。オールドロップチェンジ。なんていう、にじりにじりにじりというこの戦い。まあ、倍率が出ないからここで一気に倍率が出ない、あ、そっか、倍率出ないんだな、今。あ、でもあんまり闇消したくないんだよね、もうちょいちょい来るから。そうなんですよ。闇以外、闇以外、もう運ゲーです。運ゲーになってきた。はい、うわー、やっべー、いつジャッジメントが。いや、もう毒は甘んじて受けるしかないんですよね。え、毒消さないってこと？え、毒消さなくてもいいっすよ、一旦ね。闇消しちゃあかんよね。あかんす。これやばい、選択肢が。いきます。ダメだ、消えてる。あ、まあ、しゃあないっす。回復を消してくださいね。あ、なんだ、なんだ。あ、闇が消えた。やばい、まだ時の人。ノーゲーム。村井さんの今日の引きはない。ノーゲーム。ーノーゲーム、勝てないわけじゃないんですけど、スピードを上げよう、はい、ちょっとスピードを上げて、ちょっともうこれ完全にもう詰んでるんで、はい、早めに負けましょう、ね、さっさといきます。はい、こうなるとこうなるみたいなのをね、見せした。もうこのパーティーだとこれはもう詰んでるね。だが、ここから始まる奇跡があるということはまだ諦めてない。結構一番悲しい感じになっちゃうんで。このじわじわ、
このバインド回復させるのその術、はい、一列でバインド回復とか、うん、なんかすごい教訓に反面教師でしたね。これはやってはいかんという、ちょっと改めてちょっと画面見ましょうか。なんかこの構成ね、火力的にはまあ、まあ、全然そのスフィンクス超地獄に対して、うん、はい、あれでしたね、なんか闇代わりというかなんていうかなんですけど、光みたいに入れてよかったですね。なんかバインド対策キャラクターというか、ね、そういうモンスター村井さんだと多分光メタになるのかな。そうだね、もう列回復、はい、バインドの列をバインド列で回復するモンスターが一体でもいればこの陥り方はなかったね。だから単純にこの敵のトトが頭良すぎた。そうだよね、もっと散ってきてもよかったよね。集中狙いでしたね、あいつ頭いい。2人もっとね、闇カーリーかヒバルに寄るだけで、それこそ片方のドゥルガーに寄っただけでも、だからなんだ、あ、いや、サブだけなんですよね、これは。あ、サブにしか来ないの。サブに、確かリーダーは村井さん、4分の1なのに3連続ワダツミ引いたんですね。ね、ほんとすごい。リーダーはなかったよね、確か。そのワダツミとブドドラさえ一瞬でも開けば突破できてた、うん、はい、そこだけ。そこにもう散々散々当てられて一極集中してしまったがゆえにもう突破が不可能となった。攻略感ありますね。でも本当これはでもなんかそういうプレイ持ってない場合とかどうしようもないもんね。でもまあそのあ、わだつみのところイシスっていうのはどうですか。コメントありますね。あ、そうですね、イシスもいいし、この今回ね、ドゥルガーをリーダーにって言って、そこからスタートしてサブモンスターとか組んでるんですけど、水枠は比較的誰でもよかったっちゃ誰でもよかったんですよ、うんうん、で、見た通り HP がこれ1万8000ぐらいしかないじゃないですか、うん、HP が低かったんで HP が高めの水モンスターを入れたんですよね。ブドドラとかちょっと操作時間延長持ってて欲しかったし、闇カーリーは入れないと多分ドゥルガーリーダーでスフィンクス降臨ってきついだろうって花から言ってたんで、なんだ、ヒバルとワダツミの枠が比較的遊びの枠だったんですよ、うん、キャラ選択としては。ただヒバルもそんなに今回ハマった感じでもなかったよね。あ、まあ、そうですね、可愛さは主張できたかと思うんですけど、可愛さはやばいよこれは。なかなか性能面で生かすことはできなかったかな感はちょっと否めないんで、闇バルにしましょう。闇バル持ってないけどね、持ってたらね。そうですね、持ってる場合だったら闇バルとかだったら全然鉄板ですよね。あとはワラズミが本当にコメントがあるようにイシス、うん、とか、あと他誰が可能性としてあるんだこのワラズミ枠、仮にこのリーダーとかで行こうって考えたらイシスとか、あとはノア。ノア、ノアってどうなんですか。なんでノア。いや今コメント欄で一瞬ノアって流れたから、ノアってどうなんですか。HP が高いからね。ヘライイス、うん、ヘライイスも悪くなかったんですよ。ヘライイスもまあバインドが対、まあがっつりバインド受けますけどね、ヘライイス。バインドの対策かつまあ色合わせとか。村井さん持ってないけどカラクリシ。ん、カラクリシ。カラクリシもいいっす。カラクリサンタ、カラクリサンタいいっすね。マクシミーっていうのもあります。ラクシミか、ラクシミは全然あれですね。普通にラクシミはね、最初に候補ありましたよ。なんかあんまりあのわらつみを使う機会がなかったんで、うん、珍しかったんですよね。その水枠で HP が高いモンスターでって言ってわらつみをなんとなく採用しちゃったんですけど、確かにラクシミでもよかったですね。ルミエルとかか、ちょっといろいろ見ながら言ってますけどね。確かに、あ、ルミエルもバイト対戦2個持ってますね。いや、なんか、ルミエルかわいい。もう久しくなんかバインドに苦しんで負けるとかってことが珍しいね、うん、確かにそうですね。なんかここ最近バインド意外と対策できちゃうから、うん、なんかバインドの存在感みたいなのを言ってありましたよね、はいはい、村井さんのその光の多色とかあとベジットとかになってくると、まあ、結構そのメンツがしっかり揃ってるのでしっかりしてるので、何かしらでちゃんと役割補えてたんですよね。まあだからその分やっぱりドゥルガーってなってくると、まあ、若干メンツのハードルは高いものの、多分同じ性能というか、他の
他職と同じぐらいのレベルまで引き上げようと思ったらまあきついのかな。水ガールズでよかったね。水ガールズでも行っちゃいいですね。水ガールズ、はい、はい、どうしましょう。このまま終わりましょうか、それとも非常に真面目な話しましたけど、ここで倒し切ります。コンテ、コンテ倒し切るっていうのはこれコンテにするって意味ですか。そしたらバインド解けますよ。まあそうですなるほど、コンティニューすればいいんだ、最強のバインド対策。ああまあ攻略番組ですけど、コンティニューしないなって言ってないですからね。攻略番組感ね、地味にあるでしょうね、うんうん、何もね。じゃあ一回コンティニューしてこれ倒しますか。じゃあこれで、まあ真夏迷惑が、まあそのバインド対策の効いているキャラクター、例えばイシスだったと仮定して、うん、エンディングというか、あの、はい、最後のボスがどうなるのかって見てみましょう。行きましょう、参ります、コンティニューなんか超久しぶり、はあ、この感じ懐かしい、うん、さあ来た、色はありません。パー和田摘み使ってください。あ、そうだそうだ、おお、和田摘みさんがいた。これなんていうんだ、スキル時の潮彩、時の潮彩、潮彩潮騒じゃない、潮騒、潮騒、え、なのか、え、そう、騒ぎじゃない、潮彩、潮彩ですよね、時のサザン、サザン、いや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 、行きましょう。よかった、潮祭あってたよ、時の潮祭発動強化された。参ります。回復と光を処理しますですね、いきます、色濃い、さあ色濃い、色がある、突破します、参ります、うまい、あー、落としにならなかった、水がくっついてました、そして欠損してしまった取ったけど、あ、欠損してないわ、2勝ある、シャイゴーボスバトルでございます。5ターン4コンボ以下とは言ったものの、これは私は普通に勝てるのかい。え、ちょっと待って、さすがにここは突破できる前提のパーティーじゃないんですか。350万、いや、あんまりね、いろいろ深く考えずにここまでやってきましたんで、じゃあもうここは全力コンボですね、全力でコンボいきます。はい、これすごい厄介やな、ちょっとめんどくさいね、うん、参ります、さあ7コンボ、盤面7コンボで、欠損なし、順調ですよ、おお、伸びた、あ、ラッキー、勝った、勝った、新しいパターン、すごい、じゃあオールドロップチェンジから一気にとどめさせていただきましょうかね。すごい、今日闇カーリーも披露できましたね、リーダー。まあ、あのオールドロップチェンジっていうよりお先にオフェンハンスを使っていただいてですね、あと一応色はあるんですよ、で村井さん、闇カーリーっていうのはもう一度ちょっと確認します、ドゥルガープラス回復なので攻撃耐性は使わないでくださいね。ドゥルガープラス回復、はい、ドゥルガープラス回復だよね、うん、なんでもし攻撃耐性をどうしても使いたい、使わない、いや、使ってもいいんですよ、使いたいって言うならブドドラとセットで使ってください。あー、おー、変換ブドドラ、はい、なるほど、じゃあスキル全部使おうか。あー、どうぞこれ順番重要だよ、うん、そうですね、オールドロップチェンジ、いや、オールドロップチェンジしなくても色はあるんですよ。じゃあしないあ、どうぞ、していただいてもいいです。でも全部使いたいじゃん。はい、じゃあ全部いきます、順番だけ決め、はい、オールドロップチェンジ、神技のなんとか、神技の一撃、まあ、スキルの順位オッケース、ドゥルガで、ヒバルからのブドドラ、はい、で、ポイントだけ言うと、要はちゃんとブドドラからバルじゃなくてバルの後にちゃんとブドドラを使っていただければいいだけなので、あとは適当で大丈夫です、うん、順番は、はい、左から順番に使っていいですか。はい、どうぞ参ります、左から順番にスキル発動、オールドロップチェンジ発動、うん、からの神技、
神器。神器の一撃。ボズン。あの三種の神器って言うじゃないですか。そうそうそう。うん、攻撃対戦。流し取りすんだ。三種の神器。ちょっと昔の話なんで大丈夫です。攻撃対戦。待って光。オッケー。攻撃対戦。ボズン。からのグレープシャワー。ボズン。わあ。これで勝つ気しかないからもう一回神器の一撃使って。神器の一撃ツー発動。よし、こっからやで。一発でやらないと私がやられます。さすがに大丈夫だと思いますけど。そう考えると怖いね。怖いね。で、4個もいか、大丈夫だね。いきます。ここからいきましょう。はい、参ります。はい、全さあ、これでいこう。まあ、落とし。おっしゃー、オッケー。いや、ほっとしました。クリア。ありがとうございます。 OK ボタン押して最後見ましょうか、スフィンクスさん。はい、いやー、ほっとした。でもドゥルガーのスキル使うの本当怖いよね。うん、怖くない？怖くないような状況ですか。使わないです。リョフソニーの人とかみんな怖くない？私ね、HP1 になるなんて怖くて、もう怖くてなかなか使えない。ほんとね、それ系のスキルをね、問答無用で使っていく人たちは本当にね、すごい勇気ある、ね、褒めたい。勇気あると思う。もう周回だって分かってる気持ちの時には容赦なくいきますけど、そうじゃない時ですよね。まあワンパン前提なら怖くないで、確かに二色人とかで、うん、そうですね、もう絶対パズル間違いないよっていう時に使うとかだったら、うん、まあ確かに分かるけれどもな。よくその人はもうそれだよな、バンバン使ってるって、うん、皆さんコメント欄バンバン使ってるって言ってるな。ワンパンの時だなって言ってますね。確かに。あ、そっか、 HP が下がったことで攻撃力が上がるスキルの時とかガンガン使うって言ってるよな。うん、でもドゥルガーリーダーで勇気を持ってガンガン使えてる人はどれくらいいるんですか。多色だからちょっと分かんないですよ ね、 怖いよね。ちょっと自分の編成変えた時にどんぐらい削れるのかとか分かんないよね。うん、はい、じゃあ私の攻略は以上でございます。ありがとうございました。お知らせ全て終了でございます。来週の投稿テーマをどうぞ。はい、イラストからいきます。イラストが筆ペンのみでモンスターを描いてください。え、すごいね、斬新なテーマだね。なんか少ないかもしれないけど、まあ、筆ペンで、そうそうそう、筆ペンのみでモンスター、こう 線の感じが違うやつが見たいってことか、ね、そうなの、そうなの。お、まあ、そういうのもいいかなと思って、うん、はい、で投稿がアーミール降臨だったんですね。アーミール降臨、あれ、アーミールね、はい、アーミール降臨をこんなチーム編成で濃厚したよっていうのを、まあ、の降臨の後いつも募集するので、それを募集します。以上です。はい、皆様投稿お待ちしております。お願いします。では、番組の告知、イベントの告知などなどをいたしましょうか。はい、番組の告知から参ります。本日この後22時から、マックス村井の夜もクライマックス、チャンネル放送ございます。ぜひともお付き合いくださいませ。お願いします。22時からです。密かからです。で、明日火曜日、ニコ生ではないんですけれども、あの NHK E テレで11時25分から E テレジャッジっていう番組があるんですが、私あの今月ですね、4週連続でE テレですよ。すごい。E テレですよ。すごくないですか。すごい。E テレにあの4週連続で出させていただいておりまして、明日はなんと生放送に出演いたします。あ、そうなんですか。はい、4週の中の1回生放送がある。明日の週だけ生放送。おお。E テレジャッジという番組が、11時25分から夜ですね、ありまして、私生放送、E テレの生放送出ますので、すごい、大丈夫です、やらかしません、安心してください。楽しみ、よろしくお願いいたします、はい、あ、そしたらですね、地上波の生放送を見るにあたって、とってもおすすめのニコニコのサービスがあるんですけれども。何ですか。あれですか、あの実況系。あ、正解です。あのニコニコ実況というサービスがレギュラーで、稼働しておりまして、
E テレなら E テレのチャンネルに行ってですね、あの黒い画面にコメントだけ流れるっていう。へー。でテレビを見ながらみんなでコメントを打ち合おうっていう、まあ、かなりチャットに近いと言っていい、ニコニコ実況というのがありますので、はい。でちなみにあ、そうか、これはあれか。はい、そんな感じなので、ちょっとニコニコ実況も上にリンク貼りますね。ぜひとも明日、じゃあニコニコ実況と合わせて E テレジャッジご覧ください。夜11時25分からです。あの、私クッソ真面目で出てますんで真面目で出てますって、はい、過去2週間連続で見られた方が村井真面目かってすっごいちゃんとしてるって言ってます。E テレですかね、教育テレビです。あの我々世代からするとE テレじゃなくて教育テレビっていうのが皆様で近いんじゃないですかね。はい。で、今週木曜日4月23日、毎月やってるんですけれども、5月のひそかというテーマで、我々のひそかですね、はい、あちらの、5月度のコース料理コースメニューを、食べながら採点をするという番組を今週木曜日やります。私と心さんとあと一人ゲスト、ゲストは番組を見ての楽しみ。決まったんですか？天野ですか？もう決まっております。お、了解です。まあ、割とよくみんな知ってる人です。ゲストです。あとはニコニコ超会議はいろいろあるのですが、超会議の方は皆様適当にお願いします。あ、え、そんな感じなの？マップバンドの記事とか。なかなかあんまり弊社の一大イベントですよ。弊社の話ですけど、ちょっといろいろありすぎてあんまりここでがっつり告知はできない。マップバンドの記事、マックスマレーステージだけ、これパズラ関わってますよ。あ、そこだけじゃあ行きましょう、はい、そこだけ行きましょう、はい。超マックスマレーステージというのが4月25日土曜日13時15分からありますので、皆さん現地見に来てください。放送もありますっていうのは上にリンク出ているんですけれども、うん、ここでやるのが、マックスマレー VS、ミスター K イコールコスケ。お、もう言っちゃった。はい、因縁の対決、因縁の指定対決をここで5番勝負として、まさかね、ここでね、はい、殴るのか。ボクシングでもいいですよ。やるのはですね、スマホゲーム5番勝負、うち4本が、御社のマックス村井ミニゲーム。あ、いいじゃないですか、はい、めっちゃいいですね。と最後の1本が、パズチャレ、うん、で、ルール全然これ発表されてないんですけど、さっき思いついたんで今決めていいですか？どうぞ。マックスまでミニゲーム4本、1本勝つとプラス1000点、うん、でその、プラス1000点を4つ奪い合いまして、最後タズチャレ、出たスコアにプラスアドバンテージの、1000点を加算した数値で勝負。なるほど。いいんで、どうですか？ん？いいですよ。最悪全部負けてもパズチャレで巻き返せるっていうか、まあ、でも4000点ビハインドって結構厳しくないですか？あとコスケ、私激安青木に勝ってるから。いや、あの勝ち方すごかった。いや、激安に勝ったやつ、激安青木に勝ってるから。いやいや、一応理論上なんですけど、仮に村井さんが点数だとするじゃないですか。でパズチャレって一応ゲームの仕組み上多分2万9000ぐらいは出るようなゲームになってるんで、そこで9000点まくれるんですよ。まくれる。あ、まあこれ以上は。皆さん、コスケの2万9000点をお楽しみに。はい、このマックスのレバーサスコスケショートなんですけど、理論上ですよ、ただ。はい、罰ゲームございます。え、うん、書いてあった、ニコ生の。え、嘘、罰ゲームあるの？ニコ生のページに書いてあった。その後、トマコマ行くんですけど、やめてもらって。負ければ、今発表します。はい、罰ゲームは、日付的には4月27のこの月曜レギュラーの生放送の、1時間前18時ですね、お店に来てここを掃除してください。あんまりなかなか露出がない罰ゲームですね。すごいですね、地味な罰ゲームですね。罰ゲームの良さはマックスのライブで有料会のみで生放送します。うわ、すごい。それ僕やってました。え、まあ、昔ね、はい、昔やってましたね。村井さんがここを掃除するとこちょっと見たいじゃないですか。あー、そうっすね、全力で勝ちます。はい、ということですので、ニコニコ超会議の指定対決お楽しみということでよろしくお願いします。はい、そして超会議の日同日ですね、4月26日日曜日、コスケと、マオちゃんがイオンモール苫小牧行きます。行きます。イオンモール苫小牧に参ります。行ってきます。楽しみです。皆様、朝から晩までぜひともお楽しみください。よろしくお願いします。はい、そして、ココロさんがなんか
告知。ウェディングドレスを着た雑誌が出るとか出ないとか。はい、どうぞ。あ、告知。わあ、やった。これ三枝さんの所属事務所のページですね。そうなんです。所属事務所のホームページです。こんなこともやってます。こっちがメインです。よかったら買ってください。22日に発売するんで。モデルしてる。まるでモデルさんだね。すごいですよ。心さん、はい、CM とかバンバン出てますからね。本物です、はい。はい。ありがとうございます。はい。では本日は以上でございます。今週もたくさんありますが、ぜひとも引き続きよろしくお願いします。ではまた来週。さよなら。さよなら。